いらっしゃいませ。ちょっと寄ってきません。ちょっとないでしょ。大満足させますね。おお、まだまだ。いらっしゃいませ。なあ。
らっしゃいませ。
いらっしゃいませ。ありがとう。水を持ってきたぞ。ありがとう。このままじゃ飲めないか。いらっしゃいませ。ありがとうございます。よし、飲んでるな。これでまた飯も。やっぱりお腹減ってたんだ、この子。さっき孤児院にいるって言ってたな。
うん。本当に母親はこの町にいるのか。多分手紙にはそう書いてあったから。でもまだお母さんに一度も会ったことない。どうするんだこれから。他にこの辺に頼れる人は。私にはお母さんと弓お姉ちゃんだけだから。弓？うん、お母さんのお姉ちゃん。いつも手紙持ってきてくれた。おい、どうした？疲れた。伊達だ。そっちの調子はどうだ？セレナにそれがちょっとバッカスに行ったんだが、情報全部消されちまってた。というわけ。何？じゃあバッカスの。ああ、そうそうか。キリュウ、とりあえずその女の子はセレナに後で警察が保護する。そうだな。
レナ、この子。伊達さんっていう刑事さんから電話で聞いたわ。熱があるみたいね。奥の部屋に行っててくれる？今薬持ってくるから。さてと、薬も飲ませたし、あとは寝ていれば大丈夫よ。きっと一時的なショックと疲労が原因ね。はあ、様子を見よう。そう、ショックだったろうね、そんな怖い思いして。はあ、何か食うもんでも作ってやってくれないか。おじさん。あら、ここは私のお店。よろしくね、はるかちゃん。俺の友達でレーナだ。ねえ、あの子犬は？え？あの子大丈夫かな？元気になったかな？ああ、大丈夫だ。本当に？それこの子のこと？あ、よかった、もう会えないかと思った。ついてきてたのか。この子も嬉しそう。はるか、さっき弓お姉ちゃんって言ってたな。うん、個人に手紙を届けに来てくれたって。うん、すごく優しいんだよ弓お姉ちゃん。毎月ひまわりに来てくれて、お母さんからの手紙とかお土産とか。お前、ひまわりにいたのか。うん。そして母親の姉はユミ。どうかしたの？お前のお母さん、名前は何て言うんだ？瑞希。え？知ってるの？お母さんのこと。ねえ、お母さんどこ？どこなの？いや、俺も探してるところだ。ユミのことも。はるか、ユミの居場所は？そうか。ねえおじさん、私も一緒にいい？さっきのところでお前の母親の店を聞こうとしてたんだ。今は手がかりが何もない。私知ってるよ、アレスでしょ。本当に？はるかちゃん。うん、だから一緒に。私だけじゃどうしてもお母さんに会えないから。ねえおじさん、いいでしょ？他にどうしようもねえな。おじさん、すぐにアレスに行く？ああ、出発しよう。じゃあ行こう。
じさんはミレニアムタワーに行ったことあるの？いや、俺もつい最近知ったんだ。まさかあの場所にあんなでかいビルが建ってるとはな。あの場所？昔いろいろあった場所だ。この町にいろんな思い出があるんだね。まあな。おじさんはなんで母さんを探してるの？話すと長くなるが、俺は弓を探しているんだ。それで妹の瑞希、つまりお前のお母さんなら何か知ってるんじゃないかと思ってな。そうなんだ。弓お姉ちゃんもどこ行っちゃったんだろう。お前はどうしてお母さんを探しに来たんだ？どうしてって、自分のお母さんだよ。理由がなくちゃ探しちゃダメなの？いや、野暮なことを聞いた。すまない。ちょっとちょっと。え、どういう。で、何？あなたこの子のお父さんかなんか？ああ、そう。ああ、本当に。じゃあ身分証明できるものある？いや。身分証明書もないの？ダメだよおじさん、私ひまわりに連れ戻さ。まあその辺も署でゆっくり。ん？何やってんの？なんで逃げようとするんだね。はい、そこまで。ああ、おまわりさん。なんだい？これ以上お父さんのこといじめないで。は？お父さん見た目の割に気が小さいの。だからさっきから父に代わってお詫びします。ああ、じゃあほん。はい。お父さん、あんたいい娘さん持ったね。もういいですか？ああ、ユミはお前に手紙を届けに来てくれたんだろう。うん、お母さんからの手紙、毎月ひまわりに。最近ユミに変わった様子はなかったか？変わった様子？あ、そうだ。何があった？ユミお姉ちゃん最近シャンプーを変えたかも。髪の毛すごくいい匂いがしてたんだよ。そう。ここだよ、おじさん。すごい立派なビル。この中に店を構えるなんて簡単にできることじゃない。きっとお母さん頑張ったんだよ。そうだな。私こんなに高い建物登ったことないよ。上からはどんな景色が見えるのかな。カムロ町どころか東京中が一望できるだろうな。すごいなお母さん。そういや、さっき警官に呼び止められた時、よくとっさにあんな嘘を思いついたな。私とおじさんが親子だってこと？知らない人から見たら別におかしくないでしょ？大した名演技だったぜ。将来は女優になれるかもしれないな。さすがにそれは無理だよ。しかし俺もいつの間にかそんな歳になっちまってたのか。子分ならまだしも小学生の子供か。想像もつかねえな。古文の方が
想像つかないよ。ちょっといい？何してるんだ？おじさん、60回押して。あ？あ。驚いたな。暗証番号か。お母さんがね、手紙で教えてくれたの。お店の自慢の一つだって。城みたいに広いね。あ、いた。おじさん、こっちだよ。ハルカ、お前なんで孤児院に？わかんないよ、そんなの。お前がひまわりにいたのも母親は知ってるんだろう。なら、どうしても迎えに来ることができないって。手紙で何回もわけ聞いたんだけど、それしか。ユミもそう言っていたのか？うん。ただ最後にお姉ちゃんが来た時、お母さんからってこれをくれたの。でもその時思った。私本当にもうお母さんと会えなくなるかもしれないって。あんた桐生さんでっか？元堂島組の。お初にお目にかかります。わし五代目近江連合本部の林万年。噂はよう聞いてます。近江連合ってことは錦山に頼まれたのか？俺を狙ってるんだろう。いや、電話鳴ってます。どうぞ金銭と取っとくんなれや。キリュウだ。伊達だ。キリュウ、100億の星が分かったぞ。ユミだ。お前が追ってるユミが星だ。なんだって？現場に指輪が落ちてたらしい。指輪？ああ、10年前お前から預かったあの指輪だ。とにかく東城会は彼女とその共犯の女を追ってるそうだ。共犯？そうだ。明日セレナで話したい。大丈夫か？ああ。そうか、お前らも由美と瑞希を。いや、わしらがおっとんのはそこのお嬢さんですわ。え、なんでこいつを？それは言えまへんな。わしも近江連合のもんですさかい。桐生さん、おとなしゅうその子渡したってえな。渡すと思うか？ほな、ぶっちゃけ言いますわ、我ほどの男をこんなところで殺しとうないんすわ。あんた随分気が早えな。はあ？俺はこんなところで殺されるほどヤワじゃねえよ。さすがキルさんでんな。ほな、しゃあないな。おい、やれや、ぶち殺したれや。遠慮なく言ったれや。うわっ、うわっ、うわっ。
に追われるの？ねえ、なんで？わからない。今はまだな。心臓移植？延命のための手術はもう限界です。妹さんを助けるにはもうそれしか。いくらかかるんです？いや、いくらかかってもいい。それで優子が助かるならやってくれ、日吉先生。お金の件は分かりました。ただそのためには適合するドナーが現れるのを待たなければなりません。それに運よく見つかったとしても順番待ちがあります。移植を受けられるまで一体何年待つことになるか。何年もって、それじゃあ妹には間に合わねえ。何か手はねえのか、日吉先生。ねえのかよ。なんとかしてくれよ。なん。本当に何でもする覚悟ですか？ああ、
妹が助かるならそりゃなんだって。臓器ブローカーの存在をご存知ですか？え？はあ、聞いたことはあるけど。まさか。私からそういう仕事をしている人間に連絡を取ることはできます。ただその場合、手術費用とは別にまとまったお金が必要です。いくらだ？3000万。用意できますか？おう、組長さん。松重。何の真似だ？俺に金を稼がせてくれ。3000万どうしても必要なんだ。やり方はお前に任せる。だから頼む、力を貸してくれ松茂。やり方は俺に任せる。あんたそう言ったな。はあ、初めからそうやって頭下げりゃよかったんだね。えほんじゃ、これからは仲良くやりましょうや、組長さん。じゃあ、ユミの妹ってのがアレスの瑞希で、おそらくは100億の共犯。そして、ハルカはその娘だ。行方不明だったユミは、あの子にだけは会っていた。ああ。ごめんなさい、キリュウちゃん。ちょっとお願い。あ、丁寧にね。セレナです。あの、兄貴ですか？シンジか。やっぱり連絡取りたくて方々を回ってたんです。そうか。今どんな状況だ？実は今カズマのおやっさん連れて逃げてます。何？あの後病院で手当てしたんですが意識はまだ。でも兄貴、あの状況から見ておやっさんを撃ったのは東城会のもんです。おやっさんの居所が知れたらまた狙われるかもしれません。今どこだ？信頼できる筋に隠れ家頼んでるとこです。落ち着いたらまた連絡します。連絡先はセレナで。いや、携帯を持ってる。出かけるの？キリュウ、何か？いや、まだ思い当たる。効率的じゃねえな。仕方ねえ。ひょっとして伝説？そうだ、サイの花屋。この町だが、そいつがいるのは例の公園の中だ。西公園か。ああ、通称サイの河原。ホームレス奴はそのサイの河原の中にいるらしい。だが気をつけろよ。一度中に入ると出てこられないかもしれない。だが行くしかないな。だってさ、ハルカのことを頼む。ああ、ここも安全とは言えないからな。こっちで保護し。気をつけてね、キリ。
いらっしゃいませ。ありがとうございました。そこな。おお。どや。とりあえず投げ出せよ。いらっしゃいませ。ありがとうございます。
いらっしゃいませ。この態度が気に入らねえ。邪魔だ。何？
聞こえてんだろ。とっととうせな。ちょっと悪いけど死んでもらうぜ。後悔するなよ。死んや。だら。せいや。だら。何？いらっしゃいませ。横に移動だよ。どこを狙うか狙いを決めて。こんなところで止めちゃって、どうだ。横に移動だよ。ストップ。どこを狙う狙いを決めて。こんなところで止めちゃって、
で止めちゃって。どうだ。横に移動だよ。ヒットアップ。どこ狙いを決めて。
横に移動だよ。プレイすることで上達します。次はどこを狙い起動します。うまく狙えましたか。起動で動きます。横に移動します。よく狙ってください。どこを狙うかが起動します。うまく狙えましたか。自動で動きます。横によく狙ってください。どこを狙うかが移動します。うまく狙えましたか。自動で動きます。繰り返しプレイすることで上達します。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。
横に移動します。よく狙ってください。どこを狙うかが移動します。うまく狙えましたか。移動で動きます。横に移動します。よく狙ってください。移動します。うまく狙えましたか。移動で動きます。横に移動。よく狙ってください。移動します。うまく狙えましたか。移動で動きます。次に進む。よく狙ってください。移動します。うまく狙えましたか。横に移動します。よく狙ってください。移動します。うまく狙えましたか。移動で動きます。横に移動し、どこを狙うかが移動します。うまく狙えましたか。移動で動きます。おめでとうございます。繰り返しプレイすることで上達します。ええ、
を3種類選ぼう。これで決まり、これで決まり、決定。少し照れるな。ポーズを決めちゃおう。3、2、1、起き上がれ。失敗だな。3、2、1、起き上がれ。失敗だな。3、2、1、撮影完了。失敗だな。君の昆虫カードを選んでね。次は打撃技を覚えさせるんだ。次は挟み技を覚えさせるんだ。次は投げ技を覚えさせるんだ。これでいいかい？いけ、お前が女王だ。よろしくお願いします。ほな、覚悟しや。メスキングの名をかけた。はじめ、かまずね。しまった。でかいの行くで。行くぞ。えい。やった！まだ行きますよ。行くよ。はや！
戦勝ちだな。やったね。苦虫を噛みつぶしたよう、すごい不機嫌そうな顔をしている。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。次はどこを移動します。うまく狙えましたか。自動で動きます。横に移動しよく狙ってください。移動します。うまく狙えましたか。横によく狙ってください。次はどこを狙って移動します。うまく狙えましたか。自動で動きます。よく狙ってください。次はどこを移動します。うまく狙えましたか。移動
で動きます。横に移動、よく狙ってください。次はどこを、ね、移動します。うまく狙えましたか。自動で動きます。横に移動します。よく狙ってください。次はどこを、ね、移動します。うまく狙えましたか。自動で動きます。よく狙ってく、どこを狙うかが移動します。うまく狙えましたか。自動で動きます。横に移動、よく狙ってください。次はどこを狙う、移動します。うまく狙えましたか。自動で動きます。よく狙ってください。次はどこを狙う、移動します。うまく狙えましたか。自動で動きます。よく狙ってください。次はどこを、移動します。うまく狙えましたか。自動で動きます。よく狙ってください。どこを狙うかが、移動します。うまく狙えましたか。自動で動きます。よく、次はどこを狙いますか。移動します。うまく狙えましたか。自動で動きます。よく狙ってください。次はどこを、ね、移動します。うまく狙えましたか。自動で動きます。よく狙ってください。次はどこを、ね、移動します。うまく狙えましたか。自動で動きます。横に移動します。よく狙ってください。どこを狙うかが、移動します。うまく狙えましたか。自動で動きます。よく狙ってください。どこを、ね、移動します。うまく狙えましたか。自動で動きます。よく狙ってください。移動します。うまく狙えましたか。自動で動きます。横に、よ
く狙ってください。どうします？うまく狙えましたか？移動で動きます。次に進みます。よく狙ってください。うまく狙えましたか？移動で動きます。横に移動し、よく狙ってください。移動します。うまく狙えましたか？横に移動します。よく狙ってください。どこを狙うかが移動します。うまく狙えましたか？移動で動きます。また遊んでくださいね。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。
横に行きます。狙いを決めて、こんなところで止めちゃって、どうだ。コングラチュレーション。横に行きます。ストップ。どこ、狙いを決めて、行け。どうだ。コングラチュレーション。また来てね。え？キリュウちゃん。なあ。もうやる気ピンピンやで。マジか。
さすがや。せや。またな、キルちゃん。おもろいな。いらっしゃいませ。ありがとうございました。ちょっとさ、黙って財布出せ。邪魔だ。
ちょっとそこのお前、てめえ俺にガンつけた。後悔するな。ほら、やるな。へい、へいや。おい、yeah.
何？ちょっと寄ってきません。ほらほら行きましょうよ。お、女の子どうですか。ねえお客さん、いい子いっぱいいますよ。どうですか、うちで遊んでってください。あれはおお、いらっしゃい。めっけたで。なあ。もう逃げられへんで。マジかよ。さすがや。せや、またな、ケルちゃん。おもろいな。
後悔するなよ。急ぐ必要ねえだろ。俺らとゆっくり楽しもうぜ。なあ。偉そうに歩いてんじゃねえよ。後悔するな。おお、あれはちょっとそこな。おお、おお、おお。Yeah!
すがや。せや。またな、ケルちゃん。おもろいな。後悔するな。お客さん、どうです？遊んで楽しくないでしょ？あれは、もう一回ちょっとそこら偉そうにしてんじゃねえ。その気にさせたんじゃねえか。私知りません。勝手なこと言わないでよ。いいからこっち置いてって。何にもしないんだからさ。嫌です。何を
おい、この野郎、舞ちゃん、こっちに渡せよ。口の利き方を教えてやる。なんだよ、そんなんでビビると思ってんのか。消えなさいよ、この酔っ払い。くそ、知るか、ナッパス。ありがとうございました。あの親父超しつこくって。あ、私マイって言います。あのもしよかったら、すぐそこにいいお店があるんです。お礼に一杯おごらせてもらえませんか。美人の誘いは断らないことにしてるんだ。そんな美人だなんて。でもよかった。ここ私の行きつけの店なんです。お兄さんにも気に入ってもらえるといいですけど。私って酔うと男の人に甘えちゃうんですよね。だから気をつけるようにはしてるんですけど、お兄さんみたいな人とだったら安心して飲めちゃうかも。私、男はやっぱり強くなきゃダメだと思うんです。その点お兄さんは凄みもあるし、ワイルドだし、なんか好きになっちゃいそう。お兄さんは舞のことどう思います？可愛いよ、食べちゃいたいくらいだ。本当ですか？やだ、恥ずかしい。けど嬉しい。舞は今が食べ頃だから、お兄さんみたいな人に食べてほしいの。遠慮しないでね、舞のおごり。乾杯しよう、二人の暑い夜に。ああ、乾杯しよう。すっごい強いのね、お兄さん。きっとあっちの方も。私ね、お兄さん、ここんとこついてなくてさ、男運が悪いっていうか。でもそれも今日でおしまいかもね。私今夜はいろいろ忘れたいな。だからもう少し付き合ってね。乾杯。ああ、乾杯しよう。お客さん、大丈夫ですかい？おい、おい、なあ、あんた、大丈夫か？やられたな、あんた。あの女、ぼったくりのキャッチだったんだよ。この町じゃよくあることさ。ま、勉強代だと思いなよ。おお、おお、おお、おお。ようよう、姉ちゃん一人？どうよ、俺らと一緒に楽しいとこ行かない？やめて、人待たせてんの。
そんなもんいいって、ほら行こうぜ。用があるんです。どうせ大した用でもねえんだろ。いいから来いよ。やめてって言ってるでしょ。あんたたちと遊んでる暇なんてないの。大して可愛くもねえくせにお高く止まってんじゃねえぞ。いや抵抗してんじゃねえぞ、こら。おお、おお、ちょっとそこのお前、待てっつってんの。
おい。草でした。許してください。お？ええ？ちょ、
Ah!